はい、ゆうすけです。昇竜祭が来たんで弾こうと思います。なんと SSR 確率2倍で SR 以上確定ですね。まあドッカンフェス限定キャラは出ないんですけど、あれ前も SSR 2倍だでしたっけ。 SR 以上確定なのは覚えてますけど。はい、でトランクスゼノがドッカン覚醒できるようになったっていう。このトランクスゼノはかなり初期の、最初からいたかな。はい、で開催期間2016年6月10日17時から2016年6月13日の16時59分まで、72時間限定とかでしたかね。はい、でまあドッカンフェスじゃないんで、まあ SR 以上確定ですけどね、まあ軽めに弾こうと思います。5回だけ。はい、何が欲しいか、この中にいるやつだと全部持ってない気がしますね。魔人ベジータもいいですよね。ドッカン覚醒すると、あ、こういうの持ってないですね。リーダースキル HP50% 以上で気力プラス2とからへんもいいですね。ドッカン覚醒するやつばっかかな。この辺は持ってますね。この辺持ってる。まあ、いや、とりあえず5回。まあ、SSR 弾けたらラッキーですよね。まあ、SR でもね、ドッカン覚醒するやついるんで、その辺が出ても嬉しい。あ、そういえば、スーパービビー2追加されましたよね、SSR で。ちょい前に。何、その辺も出るのかな。その辺も欲しいですね。かっこいいんで。いや、ベジータベビーがね、好きなんですよね。あ、これ。これ、ドッカン覚醒しましたっけ、これ。ちょっと覚えてないな。ハツゲットかな、これ。はい、じゃあ2回目。久しぶりに確定演出見たいですよね。あー、まあまあまあ持ってますね。まあドッカンバトルはね、 SSR 被ってもそこまで悪くはないっすからね。技レベル上がるんで、確実に。サウザー。あと2回。まあ多分中旬もね、ドッカンフェス来ますよね。今までのパターンから言うと。あ、どうだっけこれ。あ、 SR か。はい、18号未来。はい、じゃあラストいきます。いや、ボージャックとか欲しいんだけどな、個人的に。クーラとかね。お、来るんじゃないですかこれ。はい、サイジン乗った。5個。おーし、来た。久しぶりに見たな。誰だ。おー、トランクス。持ってないですねこれ。 SSR よーし、かっこいいな。はい、というわけで5回引いた結果 SSR1 体出ましたね。あれ、はい、力属性 SSR スーパーサイジン2トランクス青年期、全属性のアタック 25%、必殺技超特大ダメージを与え、3ターンアタックが上昇、力属性のアタッ
ックとディフェンス 25%。 はい、というわけで今回の結果、5回だけ昇竜祭引いた結果はこんな感じ。上5体ですね。はい、いや、よかった。これはまあ別に、うん、フェス限出なくても引く価値あるんじゃないですかね。 SR 以上なんで全然。はい、というわけで、こういう結果でした。ご視聴ありがとうございました。